ワコムの新型液晶タブレット、ワコムシンティークプロ27が発表されました。2018年に発表されたシンティークプロ24と比べると、サイズが小さくなって画面サイズが大きくなっています。リフレッシュレートは 120Hz で、ペンの追従性が向上しています。左右にグリップ型のエクスプレスキーが用意されました。そしてペンはワコムペンプロ3という新しいペンで、先端の角度、ペン先の長さを改良し、視認性が向上しています。ペンの太さ、重さ、重さのバランスなどをカスタマイズすることも可能です。スタンドは標準では付属しておらず、アームにも対応しています。こちらが純正のスタンドです。別売りです。環境に配慮したパッケージだということです。Thank you.